皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ大宮からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの富山店長です。よろしくお願いします。 今回紹介する車がこちら、はい、やってまいりました991.2後期ですね。そうです、はいはい、カメラマンも大好きなやつです、ね、そうですね、はい、大好物のやつです、ね、はい、で車が今回 GTS ということで、はいはい、これを今回シンプルに、そうですね、まあ、シンプルに今回シンプルに、まあ、今回まずシンプルに、はい、足元メイクを第一段階でございます、はい、あ、はい、第一段階なんですか。実は、はい、まあ、先があるんですか。先あります。なるほど、はい、で今日ご紹介させていただくのはちょっとシンプルな状態です。そうですね、ローダウンと、まあ、ホイール入れさせてもらった感じです、はいはい、でポルシェっていうとなんかちょっと走りのイメージからか、うん、ちょっとこう都会派なカスタムがちょっと少数派というか、うん、な感じしません、うんうんうん。まあそうかもしれない、ね、王道はやっぱりちょっと走るカスタマイズの方が特化したなんか、うん、ただちょっとその都会派なちょっと走らないタイヤホイール、うん、まあ、走らないタイヤホイールって言ったらちょっとデザイン性の高い方のタイヤホイールの装着でもちょっと今回かっこよく決まるんだぞっていうのをご紹介させていただきたいと思います、はい、早速じゃあ足元行きましょうか、はい、装着したホイールがこちらです、はい、やってまいりました。ハイパーフォージュですね。はい、はい、これ今回車が GTS ということで、はい、GTS って確か標準でセンターロックなんですよね。そうですね。で無償かちょっと忘れちゃいましたけど、うん、オプションで5ケツも選べるという、はいはい、でまずその5ケツとセンターロックっていうところで、うん、もうビジュアルが全然違うじゃないですか。そうですね。でセンターロックってこうめちゃめちゃレーシーに見えますけど、うんうんうん、どうしてもホイールの選択肢としては少なくなっちゃうと。そうですね。でやっぱりその普通の5ケツボルト止めの方が、まあね、デザインをまあ選ばずつけられるっていう、まあ、メリットあるかもしれないですけどね。で今回装着したこのハイパーフォージド、はい、ハイパーフォージドの中でもセンターロックが選べるものがあるんですね。そうですね、まあ、割とこの最近出してるデザインは、まあ、センターロックが選べて、まあ、過去のやつはまあ何種類か選べないのが、設定がないものがありますね。で今回装着したのが、はい、LC5、はい、でまたこのフィニッシュが今回いやらしいですね。何ですか。そうですね、これ、まあ、ブロンズのリム と、ブラッシュドブロンズグロスのディスクかな。アナダイズドですか。そうです、そうです。まあ、ブロンズブロンズの組み合わせで、要はアルマイド加工されてるやつですよね。そういうことですね、はいはい、ちょっとこれ質感が同系色なんですけど、はい、うん、違って、あ、そうだからなんかこの、まあ、アルマイドリムとこのブラッシュドの、まあ、ディスクもブロンズなんだけど、まあ、ブロンズブロンズして見えないってこうちゃんとそのリムとディスクがこうはっきり分かれて見えるのも今回良かったなっていうところですね。ちょっと重たくなりすぎない感じですよね、うん、そしてハイパーフォージドだと基本的にリバースリムになるんで、はい、このリムの取れ具合、はいはい、そんなにこうディスク奥になってないのに、そうですね、段がないんですごく深く見えますよね、うん、そうですね。そしてピアスボルトなんかは黒い。そうです、ピアスボルト、はい、でハイパーフォージドって結構いろんなフィニッシュ、ペイントもそうだしアナザイズもそうだし、まあ、意外とこう多彩にあるっていうか、ね、こうね、もう本当この迷うぐらい選べるっていうか、選べないぐらい迷うっていうか、うん、ありますね、いっぱい。結構いろいろできるんで、それこそボディカラーとかカスタムの方向性で、はい、そうですね、まあ、いろいろできちゃうという、はい、まあそのマットだったりディスク、ね、マットにするの、以前にもよく注文したりしましたけど、結構こういろんな組み合わせができて、まあ、選ぶのも楽しいですよね。なるほど、うん、でここが組み合わせたのがミシュランの PS4S、はい、フロント20で、あ、フロントも20な、21なんですね。21です。ああ、そうなんですね。そう、今回は前後一緒です、はい、割とこうリア台形にするのが定番だったりしますけど、うん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 、今回はちょっとこうスタンダードな、そうですね、はい、同サイズの前後履きということで、はい、でこれちょっと改めて本当に最初の話戻りますけど、5ケツとセンターロック迷いますね。そうですね、もう乗られてる方であれば選択肢ないですけど、これからじゃあ例えば GTS 買おうって言った時に、うん、ちょっとこうホイールがこう多彩な5ケツにするべきか、うんうん、ちょっとレーシングの極みセンターロックにするべきか。どうかね、俺は個人的には5ケツの方がなんかこの、そうっすか、好きかな。もちろんもう自由度めちゃくちゃ高いですからね、うん、はい、だセンターロックはこのセンターロックでしかできないこのデザインがあるじゃないですか、うんうん、あとはもう一点ちょっとそのセンターロックの部分で言うと、どうしてもここの厚みが結構厚くなっちゃうんですよね。あ、まあそうですね。だコンケーブ取りたい人は、はい、ちょっとセンターロックが、まあ、はい、を選ぶべきなのかなと思いますけどね。
なんでちょっとそのホイール選び、車選びの参考になるんじゃないかなと、こんな感じでございます。そうですね、はい、当然ハイパーフォージド、オーダー単造ホイールですから、はい、もう出面もバッチバチですね。バッチですね、はいはい、もうそれこそミリ単位でできますから、はいはい、思います。ローダウンはあのカーベイで HAS で、あ、なるほど、落としてますんで、じゃあ純正ショックそのままに、はい、そのままです、はい、で、まあ、車高は調整できて、はい、まあ、HAS ね、本当便利だよね。車内のスイッチもそのまま使えますし、そうですね、はいはい、電子制御なんて、まあ、うん、あらゆるシーンに対応できる、そうです、そうです、はい、まあ、非常におすすめな組み合わせでございます。はい、QH ね、まあ、グループで数作ってるんで、もうデータも、あり余るほどありますし、ハイパーフォージドさんも、すごく協力していただいてるんで、もうお好みのセッティングができますね。そして991グレードによってちょっとフェンダーのこの前方がちょっと違ったりとか、そうですね、あともちろん個体差なんかもあるんで、はい、あります、あります。真似しようと思ってもなかなか全く同じものっていうのはないんで、はい、そうですね、991といえばうちですね。いやでもちょっとそのノウハウと、はい、はい、ちょっとデータ の, ちょっとその豊富さっていうのは、まあ、そうだよね、まあ、数はものすごい作ってるよね。そうですよね、前点でアメタンしかり、うん、なんで今回ちょっと991で足回り交換なんか、はい、あとタイホイールの交換なんかを検討されている方にはかなり参考になる車の時代じゃないかなと思う。そうですね、で最初にもちょっと小宮さん、はい、第1弾なんて言ってましたけど、はい、第2弾がなんと第2弾テックアウトも来ます。来、はい、ましたね、はい、これ全部フロントサイドリアって感じですか。フロントサイドリアとあとリアスポかな、はい、じゃあそしたらだいぶまたこれ印象がガラッと変わって、いやもうだいぶまたさらにかっこよくなると思いますね。車高もちょっと低く見えますしね、はい、そうですね、はい、その時はじゃあまた動画でご紹介させていただきたいと思います、はい、というわけで、はい、モンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。